トイック世界の受験者スコアランキングで日本のランキングはで日本の、ね、平均って上がってるんですけどヨーロッパがやっぱ高いね。学歴別のスコア見てみましょうか。小学校に3台負けてる。本日始まりましたもてちチャンネル。さあ今回はですね、トイック世界の受験者スコアランキングというのを見ていきたいと思います。今ねカメラを落として、思いっきり足の指にぶつけててですね、内出血すごい状況なんですけどはい、いきたいと思います。で毎年ですね、トイックは各国の平均点出してるんですね。2021年版が出ましたので、そちらを見ていきたいかなと思いますね。世界で500人以上受けてる国は45カ国あるんですよ。じゃあ最初にね、日本何位だったのか、平均点それ発表しちゃいたいと思います。日本のランキングは31位。45カ国中31位というですね、悲しい結果となりました。前回はですね、あ、そう、これもね、国と地域って言わなきゃいけないんだよね、本当はね。台湾とか入ってるから。前回はですね、2020年は32カ国だったんですよ。で、その32カ国中27位だったんですよ。だからちょっと比べるの難しいですね。27位からまあ31位って下がったといえば下がったような気もするし、みたいなね。ただ母数が違うんで。で、平均点は574点で。はい、じゃあ世界のランクとどう違うのか、ちょっと見ていきましょう。まず第1位、ドイツ、826点。はい、やはり高い。まあこれね、前にも去年だよね、まさに話したと思うんですけど、まあドイツ人のね、友達とアメリカ留学してて、トイック必要なんだけど、これちょっとトイックの先生だって聞いたから教えてよって言われて、ああこうこうこうやればいいよって言って、で初めて受けて950取ってたからね、その人ね、めっちゃ簡単っつってた。次2位、チリ807点。おお。3位、レバノン800点。おお。4位、イタリア794点。へえ、そうなんだ、イタリア。続いて5位、フィリピン。ああ、そうですね。まあ、フィリピン、英語できる人多いからね。793点。続いて、コスタリカ。へえ、765点。で、ベルギー、760点。ああ、まあ、ベルギーもね、英語できる人多いですね。続いて、インド、759点。ああ、そうですね。インドもまあ、英語をね、公用語とする人多いですからね。続いて、モロッコ。749点。次、ヨルダン、745点。で、韓国は、はい、679。トイックの一番受けてる人がたくさん、トイック大国ですね。はい。679点。ブルキナファソが乗ってる、596。アフリカの国ですけど、ブルキナファソの次が日本。という結果になりました。エルサルバドルがあって、コンゴ、ガボン、パナマ、台湾。あ、台湾日本より低いんだ。メキシコ、香港、中華人民共和国、3つ分けてんだね。レユニオン、フランス共和国の海外圏並び、海外地域圏のことを言うんだ。モンゴル、ベトナム、アルバニア、タイ、インドネシア。ああ、やっぱタイ、インドネシア低いですもんね。前回もそうだね。アルバニア、モンゴル、ベトナム、タイ、インドネシアが日本より下だったんで。で、中国圏が下がったね。だから前回、香港とか台湾とか中国は日本より上にいたんですよ。で、日本のね、平均点上がってるんで、531だったのが574になってるんで。で、韓国が683だったのが679という結果になりました。じゃあ、日本のリスニングとリーディングはどうなってるのかちょっと見ますね。日本はリスニングの平均が315で、リーディングの平均が259だそうです。やっぱり、リスニングの方が高くて安い試験なんで。で、韓国は376がリスニングで、リーディングが304。どっちも高いね。で、平均が645と。600行きたいですね、日本もね。それぐらい行けたらいいなーって思ってるんですけどね。なかなか行かないですね。ちなみにトップのドイツは、リスニングが440、リーディングが386。で、826点。高いですね。440って。もうリスニングすごいことになってる。だからヨーロッパがやっぱ高いね。ヨーロッパはリスニング平均387で、リーディング344だもんね。南米367、333。アフリカ369、316。アジア338の276。リーディングが低いですね、アジア。北米ってくくりもな、これ。受けてるの誰なの、北米で受けてるの。ネイティブじゃないでしょ、英語。320、271って書いてあるけど。あ、メキシコを北米に組んでるな。じゃあもうほぼメキシコじゃん、これ。学歴別のスコア見てみましょうか。高専が一番最初に乗ってる。256、186。語学学校に行ってる人たち。280、195。全然大したことないですね。
専門学校277、206、短大289、220、小学校、え ?289、225、小学校に短大負けてる。まあ、多分バイリンガルのことかだから受けてるんでしょうね。中学校302、227、高校304、245、上がってってますね。ね、短大とか専門学校、語学学校の人たちが負けてるっていうね。大学350、294、大学院362、321、やっぱり大学院ですよ。学歴に一致してますね。大人は特にそうですね。専攻別のスコア。おお、面白い。工学323267、化学332284、医療339279、経営344292、教養352289、で、社会学が一番多いんだ。252。352299。まあ、人文社会系の社会学系のことだと思うんですけど、ソシオロジーではないと思うけど。こんなのも出てるわけですね。専攻。働いてる人だと、全日制学生、329、269。フルタイム勤務者、ああ、働いてるですね。332、278。パートタイム勤務者、346、289。こっちの方が上じゃん。非就業者。非就業者が一番高いって。369、303。みたいなね。まあ、これやっぱ国ごとにそういうのあるんだろうね。すごい、軍隊とかもあるんだ。335。医療、旅行、役所、教育機関、大学以上を。374322、教育機関、高校以下。375328、高校以下の方がすごいの？国際団体。410368、高いね、やっぱ。高校生以下の教えてる人、まあ大学生以上教えてる人、受けないか、そもそも。データ面白いね。こんな感じになってるわけですね。もうちょっと上行きたいよね。日本のランクを上げたいですよね。まあ、やっぱ、受けてる人が多いとね、その分低くなるのはあるんですよね。それは残念ながら。ただ韓国はやっぱめちゃめちゃ対策進んでるし、もう就活に超絶影響するので、その辺はね、有利になってるよね。で、スペイン739点。次はフランス738点。お、高いね。まあ、英語苦手とか言ってますけど、そんなことなくて。で、あとフランスは受けてる人多いです。他の国よりかなり多いはずなので、週に何回も受けれるしね。で、大学生が必要としてるところが多くて、フランスって。で、受けてる人多いんですよ。で、受けてる人が多い中で、これだけ高いっていうのは、すごいね、やっぱ。続いて、ペルー、727点。で、エジプト、おぉ、715点。チュニジア、712点。ニカラグア、703。マダガスカル、692点。コロンビア、687。アルジェリア、684。マレーシア681。で、韓国はここにいますね。はい、679。で、続いて、ブラジル662点。で、ポーランド659。クウェート645。カメルーン627。ヨルダン川西。ヨルダン川西岸地区621。なんだこの分け方。ちょっとパレスチナ人とユダヤ人混ぜてんのか混ぜてないのかどうなってんだろう、これ。ちょっと気になりますけど。セネガル617。ギリシャ613。コートジボワール604で、ブルキナファソが乗っている596。はい。皆様はどう思われますか？ぜひ、日本のランクをちょっと上げるために頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ、皆さんもね、トイック学習頑張っていきましょう。はい。ちょっと残念だなぁ。もうちょっとね、いけたらよかったよね。このランキングの変化は一体何があったんだろう。それがすごい気になるな。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。